ートレース多摩川のプレミアム G1 第12回クイーングクライマックス、熱戦の火蓋が切られました。女子トップランカーによる今年の最終節、大晦日決戦出場をかけての得点率争い、続いて水面に12レーストライアル初戦の2組目のメンバー待機行動へと移っていきました。さあ1、2、3そして4、5、6とここは大きな動きはなさそうです。ダンマーク付近には最強の風格を漂わせております1号艇遠藤恵美です。シリンダーケースとピストンリング変えてのこの初戦です。そしてこの奥には2号艇渡辺由美です。昨年の賞金争いのその悔しさを晴らす2年ぶりの参戦です。あとはさらに後方3号艇平山千佳です。初戦から玉川との相性の良さ見せつけるでしょうか。引っ張っていきました4号艇の川野芽衣です。完全復調をアピールする絶好の舞台です。さらにその隣へというのは埼玉支部から初のクライマックス進出となりました5号艇浜田ありさです。サイアート6コースには賞金争い今年は届きました6号艇の大滝飛鳥です。さあこれで並び枠なり体型3対3と整いました。以上の6選手肝心の1走目ポイント争い後発進を目指す争いは第2弾の12レースです。進入ラインから1、2、3そして4、5、6です。1秒スタートしていきました。インで1番の遠藤が好発進を決め取ります。まずは一周1マーク。さあ2号艇渡辺は差し込んで3番の平山負けれません。1番の遠藤恵美がバチッとここは押し切っていきそうです。スタートは絶対正常でした。先頭1番遠藤を追いかけていきまして中を割っていた5番の浜田が2番手につけてこのすぐ内には2番の渡辺外広がって3番の平山です。さあ5番の浜田さばきにかかります。2番渡辺をバーストと差し込んでいきまして追う縄しかし飛びついた渡辺も負けじと食らいついていきます。一方3番の平山の方はどうか4番手この2番争いをわずかに遅れて追ってインサイドにボートを運んでおりますが1マーク3番手の平山飛びつく5番の浜田がひやりかわして全速ターン。さらにアウト2番渡辺遅れを取って5番の浜田が2番手優勢をキープじわっとリードを広げてまいりました。上位の体勢1番5番2番となっておりまして4番の川野が4番手3番平山5番手です。最高峰は6番の大滝と追走中。先頭から1号艇5号艇2号艇と変わりますがくるりと4番の川野芽衣ホームストレッチへと追い返してまいりまして3番手争い持ち込もうかというファイナルラップです。その差は1点進ほど。そしてこの後方ちょっと差があるんですけど3番平山5番手です。さあ2号手の渡辺回る後席に宿って4番川野はホップ内を3番平山ついてバックそれでも渡辺です。2号手が3番手上位は1番5番2番の体勢が続いています。先頭はトライアル初戦2組目女子ビッグレース夏に続いての連覇を目指す遠藤陰気にたまわぬ結果を出しての白星となっていきそうです。陰闘争へ遠藤からまもなくゴールを迎えます。先頭1番遠藤五輪5番浜田五輪2番渡辺五輪です。後方3番4番最後方6番が五輪以上第12です。